売り一網に対しての考え方はもう様々あると思うんですけども、使用材としてはこの4つでいけますし、売り一網に対しては超優しい薬でアタックをかけて還元する範囲を最小限に抑えれば絶対に当てることができます。還元することでこの SS 結合が解裂します。でこの解裂することを IF-IF 間の距離っていうんですけども、デジパのメリットとしてコールドよりもダメージ実はしにくかったりとか、伸びてきた、まあ、この部分ぐらいにリタッチがかませたりとか、デジパは加熱温度の調整と加熱時間の調整、これをすることでかなりダメージを削減することができるし、めちゃくちゃ柔らかいパーマを作ることができます。